皆さんこんにちは、高橋としみです。そして言ってくださいよ。なんで言ってくださないの。こっちでいつもそしてっていうのがリズムじゃないのこれ。わかりました。お願いしますよ。はい、改めてテイク2いきます。皆さんこんにちは、高橋としみです。そしてセルザーです。よろしくお願いします。今でもちょっとえーって言ってますよ。お願いしますよ。はい、今日ですね、はい、太平洋クラブ御殿場コースの練習場に来ています。はい、今日ですね、実はですね、昨日ちょっと夜豚汁を作ろうと思いまして。かっこいいですね。指切っちゃいました。女性らしさすいません、いつもゆっくりやるんですけど、昨日ちょっと今日の分を作り置きしたくて、急ぎで作って肉をざく切りしてたら、さっと自分の指を切って、そうです、ちょっと左のちょうどこの親指を、そう、はい、親指の、はい、私が説明しましょう。切っちゃったんですよ。切っちゃった。今血が出てました。でまだグリップに見ると力入らないです。ですからこうアドレスした時はいいんですけど、グッと入れた時 に、ちょっと痛いので、はい、ちょっと今日はそういうことで、はい、お許しをください。本当に申し訳ありません。本当にプロ意識がちょっと低かった。本当だよ。本当すいません。はい、ということで今日はですね、以前ラウンド雨の中、うん、一緒にさせていただいたんですけれども、ね、はい、皆さんラウンド見てない方はぜひそちらまず見ていただいて、まずそれをね、はい、はい、前回セリザープロがちょっと私のドライバーを見て、うん、ちょっとこう変えた方がいいんじゃないか、直した方がいいんじゃないってこう、はい、あったということなので、はい、今日ちょっとそれを教わりたいなと思います。はい、がっちりと直したいと思います。お願いします。お願いします。では早速やっていきましょう。はい、じゃあとりあえず早速、はい、お願いします。いきます。一応ねトラックも分かってるんで、はい、こういうスライスって今までなかったもんね。なかったんです、うん、最近出るようになりました。はい、原因が一つあるんです。はい、うん、ちょっとこれトラックマンで、はい、距離も185、こんなことないでしょ。これね、まず簡単に最初からもう一発でいきましょうよ。はい、今の悪かったところっていうのはどこですか。悪かったところまず構えて、はい、はい、自分でトップ上げてって止めてくださいでしょ。この時今わかるかな、はい、一瞬ここでね、はい、こういくようになったでしょ。わかる、はい、これがね、飛ばしたいためにね、トシミンね、ここでね、はい、こうなるようになったの。あ、そうするとクラブって余計登壇してくるんで、はい、ぶつけるようになっちゃうの。だから球も高くなったし、はい、スライスが出る原因はそこなのね。あ、前はコンパクト、ここからこう入ってたのが、はい、だから自分の中で飛ばそうと思って勢いをつけていくことが、はい、軸がね、前ずれるのね。はい、だから逆にコンパクトで顎の下、はい、顎入ったらこっからそのまま振れる。はい、ちょっと一回素振りして、素振りしてみます。うん、そっからこっからそっからこう、そうそう、そうすると、はい、グッとだと思うんだけど、はい、どうしても前に行っちゃって飛ばそうという気持ちが、こういうことですね。そうです、そうです。分かる、分かる、分かる、大丈夫。はい、分かります。お、じゃあもうこれでいいと思う。あ、分かりました。これで治った。これはよくなりやすい。飛ばそうと思うと女性って軸が、はい、だから逆に女子プロと違って体幹が弱いから、こうした時に飛ばしたくなるとこうなるのね。あ、でこれでもここが上から来る方のがスピードが出る感じがするから、はいはいはい、でも実際ぶつけちゃうんで、はい、球が散らばっちゃうんだね。 あくまでもボールの後ろに顔があった方がいいんで、はい、こうやって、はい、この感覚だけです。わかりました。ちょっと意識でコンパクトにして、はい、行かないようにね、右サイドからそっから OKOKOK 行かないようにね、右サイドからそっから OKOKOK。惜しい。それでもうちょっと左を思い切って振り抜ければ、はい、クラブがうまくローテーションしてこれば、はい、全然良くなると思う。あ、私以前内藤さんにも、うん、こうやって反り腰になってるって言われるんですよ。そう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 、ね、それをまたやってるってことですか。うん、だから飛ばそうとしすぎちゃって、はい、飛ぶようになってきたから、はい、こうなるのね。で実際今のはもう191飛んでるわけ、今のは。だから逆にこの動きが余計、はい、本人の中じゃ心地いいわけ。あ、そうですね、力入るからなんかちょっと勢いが、なんか左かかともちょっと踏むぐらいの、これがスイング軸から体が外れてるんで、はい、ここの位置から振れるようになるともっとクラブが左へ回るんで。わかりました。だから絶対に顔は、はい、ボールの常に後ろにインパクトしなきゃいけないのを、
追い越しちゃうね。追い越してました、うん、トップスイングで、はい、そこだけ注意してほしいな、はい、だから本当にもっとリラックスしてバックスイングして、もっとリラックス、うん、はい、わかりました。おー、オッケー、この弾道、この弾道、おー、オッケー、この弾道、この弾道、はい、できました。もともとこれをしてたのよ、はい、だけどどれかから飛ばそうとしてこうなって200超えましたよ。あ、本当ですか。201いってるし、ね、あ、本当だ。だから結局、はい、飛ばそうと思うとこういくから自己満足で力は入るんだけどぶつけるんですよね、はい、クラブをね。で、カット機能にちょっと入りやすい。そうだから思ったよりスライス入れるようになったでしょ、はい、前はこっちから来てるからどっちかといえばかぶしてインサイドから来てかぶして引っ掛けのドロー、はい、そうですね、引っ掛けのドロー、うん、一番飛ぶ引っ掛けですね、うん、それ憧れてたのが少しこう、はい、行き始めて軸がずれてた、はい、だからコース行って見てたらこう、はい、いいバックスイングしてんだけど、あ、これがだから治れば、はい、クラブの入り方がボールの後ろから来て、うんうん、だから少しライナー気味、はい、こう入っていくと上からぶつけるからスライスが強くなる、はい、だから力みは力むほどスライスと、だからトシミがあんな曲がることってないじゃん。そうですね。だからドライバーでもそうだけど、はい、力んだ時にすればそれがあるの。あ、飛ばしたいと思った時に、うん、でね、ヘアウェイウッドがなかなかびっくりしたのが、はい、ヘアウェイウッドはやっぱりこの間言ったように浮かしました、はいはい、浮かすると力入んないから、はい、ここで止まるんですよ、はい、前は下にやって行くわよって言うとこうなるわけだからそうすると浮くからトップする、はい、浮かすことによって体がここでブロックされてスッと触れてる、はい、これはだから逆にいい、はい、いいことだったんだけど、はい、ドライバーに関してはもう打ちたいわよ、打ちたいわよ、こういう感じ、打ちたい、打ちたいって、いや打ちたいけど飛ばしたいわよが入りすぎてるから、はい、これはやっぱり今回見てて、まあ、ここのとこなんかずっと見ててね、ちょっと行き過ぎてるなっていうのがあったのね。だからそれで、はい、だからやっぱりどん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 、まあ、触れるから飛ばそうと思ってそういう傾向になりすぎたかなっていうのはあるんで、はい、十分肩は一緒だからこれ回ってみる、はい、ね、これね、はい、回すんだったらここからこっちね、はい、でこれ十分です。十分。あ、だから、ね、逆に、ね、はい、今の場合だともう軸からずれてるから、はい、結局回しても意味がないのね、無意味。そんな言い方したらかわいそうですね、うん、だけどそういう、だから多分見てる動画見てる人はね、多分そういう人いっぱいいるのよ。肩回そうと回そうとするとね、体硬いとこれになる人いっぱいいるのね。あ、手だけ上がる人、はい、まあうちのスタッフもみんなそうですけどそんな感じですよ。ここの結局上と下のねじれっていうのがすごい大事だから、はい、こうねじってんのにここでほっとほどいちゃうってことは、うん、さっき言ったようにその背中のラインがこうなくなっちゃうのね、うん、背中のこの縛りがなくなっちゃうから、うん、言ってそうだけど言ってない伸びちゃってるよね、はい、そこだけ注意してもらえればドライバーはまた、弾道低めで、はい、あんまりぶつけのスライスが出なくなると。うん、ですから絶対ビハインドボール、ボールよくは後ろです、はい、後ろ、これだけは皆さん守ってください。はい、アイアンはやっぱ飛ばそうとするからそういう動きは見られない。そうなの、アイアンは意外とコンパクトにいけるのね。でやっぱり空中に浮いてるボールっていうのはやっぱ飛ばしたくなるから体が前に行こうとするから、アイアンそれやったらそのまま大ダフリスはオートップするから、はい、でも力んだ時はやっぱ多少こういく可能性あるんで、その辺だけを意識して自分で肩が顎の下に行ったらもういいんだと思って、はい、ここから上に上げようという気持ちになっているよね。ありがとうございました、はい、ということで今教えていただいたんですけども、うん、このテイクバックして担いだりとか そったりしないように、皆さんもぜひ気をつけてください。ゴルフの前日は料理しないようにこちらも気をつけてくださいすいません、はい、頑張りますじゃあ皆さん次回の動画も楽しみにしていただけたらと思います。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。ウームゴルフ TikTok アカウントも見てください。見てください。